それはまあいろいろ僕もいろいろまあできるんだけど、こんな結局入れ替えどうぞな柴犯人ね、本当これすごいなと思って。あ、逆におはようございます。おすみなさん、おはようございます。最悪だ。やだお疲れ様です。やられてますね。お疲れ様です。こういうとこだったら最高に気持ちいいだろうな。またこうやって、ね、寝て視聴者に叩かれるのかな。仕事中に寝てて手繋がないでもらっていいですか、そこで。区長来てない今日は。涼しい今日涼しいからとか。左サイドですよね、マジめっちゃ急に。でもなんか思ったよりは少しは涼しい。旦那さんがってるのは楽なんだよね。ちょっとだいぶ体がもうマックスで、そうそうそう、そう言ってるんで、それ耐えてるんで、今日ぐらいだと全然耐えてる。上がってる時の7月とかいないけど、下がってる時の暑さって、あとはもう、だから、昨日より涼しいなーって、なんか体が、もう一回そこ耐えてもらってる。最後、半年ぐらい勉強やってるよ。勉強ですか。それが最後の恩返しでいいんじゃないか。仕事増やす。それ面白いな。芝藩の営業で。明日からですか。もう一回だよ。もうちょっとやりたい。だってもう今一人で回ってますもんね。1年と1人ってか。ちょうど1年です。お玉で。僕多分今日で1年です。日にち的にも。日にち的にも。これお祝いだ。去年の8月16日に名古屋来て、8日を迎えた。それはお祝いだね。最初は死にかけますけど、今年のはちょっときつかったんですけど、去年はちょっと気合入ってたんです。耐えれた。なんか我慢できた。やるしかねえみたいな感じで。もうやるしかねえ。偉いって覚悟しちゃったしね。はい、で2年目だと、まあちょっと余裕だろうみたいな。ちょっと余裕が出てきて。うん、ゴルフを土日で帰ったんですよ。で、2日連チャンゴルフ。で、初日は89で。2日目はもう朝6時まで飲んでゴルフ行ったんですよ。8時スタートだったので、ほぼ寝ずに。おうおう、で、4日。パターとかこうやって打とうと思ったらなんか頭回る。いやもう酔っ払ってるからマジで。確かにね。酔ってる状態です。酔ってる状態です。パターの力が入ってる。はい。そうか、残りあと1年か。1年は営業やってみたらどう。うちも助かるし、はい、逆にいいじゃん。それはまあいろいろ僕もいろいろまあできるんだろうな。どんな経験も助かるよね。はい。運転になるし、ジャブル助かるよね。俺も助かる。基本裏やりたくない。そうじゃない。だからまあ数ヶ月そういうのがやってもいいのかなってちょっとは。はい、いいんじゃない。僕はもともと派遣屋の営業って感じだったから、芝居さんのそういう書類とか、そういう営業とか、っていうのもまあ覚えたいなとは思うんですけど。自分でまだどういうふうにやっていこうって決まってない。1年ぐらい。まあある程度考えてはいるんです。派遣がメインでやってみたいのは。まあいや、まあでも派遣がメインになるみたいなのは。多分これからもう派遣を新たに派遣だけで厳しいんです。その前の会社とかもその10年以上の歴史があるから、あ、まあ、ネットワークと人もいるし、パイプもあるし、仕事もあるんで、うん、多分今の時期これから多分一個どんどん増えていきます。金も儲かるっていうだけでやってるやつは、うん、どんどん、そうそうだ、人の集め方も分かるし、うん、今更多分人が集まんないし、そうそうだよね。でそれなりにいい人材が揃っとるから、そこに頼めば、そうです、できる子がそのスポットで来てくれるみたいなところがないと、うちなんかそうだよね、やっぱ応援結構頼むもんね。あ、スポットで来るところで結構おるじゃん、そういうところ結構あるじゃん。あ、そうです、まあ、今日の俺は昼間はなんかソープランドのところに来たりとか、そこに聞いてください、面白いんで。なんか喜んでました、夢の国だとか言って。せっかく行くのは示したいでも松田さんそこに組み立てに行ってるから。組み立て行ってますよね。あ、聞いた。この子見た。何人か見ました。可愛い子と。可愛い子。一番最後僕シート入った時に見ました。うん、一番最後僕シート入った時に見ました。ブスは？いや、ブスはみんな可愛かったです。あ、マジ？あ、言ってる子。そうっす。生見えるもんな、それ。確かに。でもモロに挨拶が全然。あ、こんにちは、女の子。僕らも挨拶しないわけにはいかないじゃないですか。ああ、そうか、一応そこの社員ですね。社員なんです、うん、僕らもその、あそこ、
こいつ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最悪だ。え、男のお客さんとか来なかったんですか？あ、お客さんもめちゃくちゃ焦っちゃう。やっぱそうですよね。お客さんにはお客さんっぽい人には僕らも声かけない。ああ、もう。ああ、相手ね。まあちょ、まあ、すれ違う時にご会釈するぐらいの感じでした。さすがにちょっと気まずいよね。そこでおはようございますが言ってた。店員さんみんななんかスーツ、まあ、黒服なんで分かるんで。ちゃんとショットしないといいです。はい。もう全然材料ないな。もうレンタルかな。自社は全部技術で。マジ全然材料ない。今日もなかったもんね、材料がさ。全部この黄色いやつが、青色が全部レンタルだ。だいぶいくでしょ。材料借りるときって最初ってさ、1ヶ月分で毎月借りてきゃずっと安いんだけど、最初の基本料金ってのは思えやすい。そうそう、1ヶ月で最初の月で水分だったら、それが高いね。それがなかったらあれですよね。じゃあ、ちょうど美容師さんから電話かっていたぐらいこの辺が組み終わったんで。あ、そうだったんですね。タイミングちょっと悪かったですね。いや、もう今日何もやってないんですけど、これ結構でかいんで、どういうことかある。バスでギリギリ行くねばよ。はい。暑いで無理だけしんよね。はい。おー。僕はこれはね、俺も完成にしてる。みんなが、すごい大変で。大変だな、これ。すごい。上手に組んどるやん。枝があるもんね。枝がすごくて。確かに。ちょっと危ないな。これ、これね、巻いて。ね、折れないように。ちょっとこう組んで、もう一発こっちで組んで。ちょっと増しして。これ、また上、ベランダの上で。組んでて。組んでかんと。結構面白いね。レゴブロックじゃないけど。これも考え方一つだよね。レゴブロックもこういう風になってる時はどうするの？でもそうなんだ。こういうのは簡単じゃん。まだ中で組んでる。でこういう風になってるって、難しいよな。いやでも僕、入会道場の足場班で、本当、うん、みんな現場合わせじゃないですか。うん。これは俺すごいなと思って。あ、逆に大体どこの足場さんも僕営業してた時は、うん、ある程度こう図面に書いて、で割りも決めて、あ、でその通りに職人が組んでる。いや、管理が全部単独ですよね。営業がちゃんと。で、うちはそこまでレベルが高いってことだね。職人が一人一人。それができるってことはやっぱ自分たちが割りを決めれるんですよね。で、材料をある程度先に見て持っていって。そういうことだね。で、それを現場で決めるんで、すごいな。現場合わせしてみてください。これが普通じゃないんだ。他の方の会社もこういう風じゃないんだ、うんうん、そのままのレベルのやつ少ないんでしょ。そう考えたらすごいんだな、芝藩の方たちは本当に、うん、本当にレベルは高いと思う。めっちゃうまい、うん、もう上まで踏んだよ。あと、うん、もう地面だ、うん、すごい早い。あ、ちょ、早いじゃん。あと、その地面だ。あとこっちだよ。3年踏んだよ。早っ。早っ。結構午前中使ったんで。おー、騎士団地。全体的にいい人だと思った。なんで？見えたか。ツバメが住むとこって本当にいい人しかないんだって。だから俺に絶対住まんもんな。確かにね。安全で、この日は安全であってさ、木とか会えない。でもお客さん、お客さんおるよ。あ、こんにちは。こんにちは。あ、社長の小林です。塗装屋です。何何？あ、ペンキ屋の塗装屋さんの。はい、どうぞ。社長です。はい、よろしくお願いします。お、おろすね。明日からやるの？塗るのはいつから？いや、明日は多分洗浄ってやるの。目を洗う。洗うやつね。して、で、今度シーリングみたいなゴムの部分全部やって、あ、で、カーテン気になる。結構、固定表現もらってるんじゃないですか？あの、日程表みたいな。日程表何ももらってない。お兄ちゃんもらってるかもしれん。色もやっと昨日持ってきてくださってね。あ、そうですか。それで決まったというか、お兄ちゃんが決めた。
なんか初めねグリーンの薄い色にするって言ってたんだけど、なんかトータルがね、はい、黄色にした方がいいとか。あ、綺麗やでいいんじゃない。今黄色でしょ、うちだから、ね、オーレンジコロッと乾いた方がいいじゃんって言ったけど、そのいやイメージがあってね。あ、うん、ちなみにうちあれちょっと YouTube やってるんで、だから宣伝させてもらっていいですか。宣伝させてもらっていいですか。あ、いいですよ。お顔出ていいですか。男性もいけるんですか。女性ばっかり、ここは女性ばっかり。うん、男も OK ですか。あ、カットでしょ、はい、うん、するよ。いくらぐらいしますか。一緒、3465円。僕はカットできます。うん、僕はカットできます。まさ、上田がね、まさ、僕はカットできます。あ、そんなに切れないよ。ここあ、やだやだねえ、僕はアデランス、アデランス、アデランス。いいのやってるでいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。忙しいね。すいません。ありがとうございます。失礼します。失礼します。めちゃくちゃ元気な陽気なおばあちゃんで素敵ですね。じゃあ本日ははい、まっちゃんちょうど1年目。本当に新数1年ですね。はい、挨拶。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。あと足場の買い取り、はい、本当にもう本当にこれリースばっかなんで、本当に高価買い取りマジでします。はい、タツさんの見積もり本当に負けないように買ってますんで、はい、販売券だけじゃなく、はい、本当に自分たちのところに行くとか、はい、いろんなことやって値段も頑張って下げて、かかるもやっぱかからないかんけど、はい、うん、まあ天井なんぼでもいいよっていうわけじゃいかんけど、できるだけいい値段で、やっぱ俺らもリースだからいいよりも、はい、いい材料だったら買いたいと思ってますんで、はい、ぜひ買い取りの方もよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。